レイテ島などフィリピン中部を襲った台風は死者行方不明者およそ7000人を超す大被害を出しました。笹川会長は人道的見地から急遽救援金を送ることを決め、11月13日フィリピン大使館を訪ね、救援金2000万円をベンハミン F サンビクトレス公使兼次席大使に送りました。大将、今ちょうど観光を込めておりまして、代わりにしております。ありがとうございます。So we'd like to thank Mr. Sagawa for his continuing. 会長のフィリピンの今回の災害に対しますご理解と、そして頂戴いたしましたご厚情を非常に心から感謝させていただきます。このような、ご支援をいただいたことは非常に私どもにとっても大変に心強い援助でございます。お父さんね、世界一家人類兄弟姉妹主義者になる。Thank you very much. We feel the same way. We have the same feeling.会長の非常に、そのヒューマニティとか、それから非常に人類に対する愛情といったことは世界中に広く知られているところです。ね、それは世界一家人類兄弟主義や。私も同じそれをよく知っている人間の一人でございます。フィリピン大使館から日本船舶振興会に戻った笹川会長は、日本全国の工業高校651校に教育資料として日本の伝統工芸品産業全集を送りました。創業80年ああそうですか、80年の記念事業の一環として日本の伝統工芸品産業の全集を全8巻で高等工業の方でご寄贈していただけることになりまして非常に嬉しく思います。高等工業の方もですね、全国で651校あるそうです。ああでそこで十二分にご活用いただきましてね、一人でも二人でもその学生が伝統工芸品の制作に志していただければ我々の本望でございますんで。財団法人日本船舶振興会は記念に対し全国の工業高校の教育資料として日本の伝統工芸品産業全集全8巻およびビデオ8巻651セットも寄贈いたします。ご活用くださいませ。1991年11月1日財団法人日本船舶振興会会長さんあるいは財団法人全国工業高等学校長協会理事長木村幹事殿。はい、どうもありがとうございます。それと会長、はい、理事長、はい、忘れますけど、ちょっとこの会長とビーチとこれを僕の子持っていただいて、ちょっと写真を撮りたいと思ってます、ね。はい、もう一枚撮ります。今夜高校651校、そこで学んでおる生徒が46万5599人を代表いたしまして、心から感謝申し上げ、熱くお礼を申し上げたいと思います。いずれにいたしましてもですね、学校の生活の場で先生も生徒も使わせていただきまして、心に残るものにしたいとこのように考えております。本当にありがとうございました。はい。